倉のお酒と村上さんのお酒、非常にこう、まあ、似て非なるものと思ってますけども、同じ宮城県の蔵元だとしてもですね、だいぶ個性があります。これが合わせることによってやはり未知数といいますかね、我々の想像してなかった数質になるというふうに期待しております。当然普段通常の状況ではなかなか商品化されない、商品となり得ないものとなりますので、この辺は我々含め一般消費者の方には非常にこう貴重な体験というふうに思います。ということで我々ともども期待していただければなと思っております。